皆さんこんにちは。宅建試験合格のために認識から始めようというタイトルでですね、お話の方を5分程度ですがね、させていただきます。レック専任講師、水野です。どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、まずは新年明けましておめでとうございます。まあ普通のいつものねスーツでね、ごめんなさいねなんですけどね、まあ年がついに明けましたね。新しい年はやっぱ気分がいいですね。どうです、勉強をやろうという気力が湧いてきますか？湧いてきますよね、来ますよね。もう行きました、初詣パーンとお金払ってと、お祈りしました。今年は合格しますようにといいですね、神頼みね。やっぱりなんか心の支えは必要ですからね。でね、そこでまあお賽銭とか払うと思うんですけど、お賽銭は別に気持ちですからね、いくらでもいいですよ。高きゃいいってもんですよ。お賽銭ね、何万もあげるんだったらレックの教材買ってください。その方が有益ですから。要は明けましておめでとうございますって言ったら、明けましたんですよ。もう今年は皆さんおめでとうございます、いい年にしましょう。そう、合格しましょうね。他県やる気だから今見てるんですよね、ご覧になってるんですよね。したらもう明けましておめでとうしたら、明けないと、そうレックの教材、そうテキスト、これやっぱりね、新年新しい気分でやっぱり明ける、その始めるっていうのは本当にいいことなんですよ。で、神だめのミスりゃいいってもんじゃないのは大丈夫ですよね。そうなんです、あの神頼みのはやっぱり最後にするものなんですよ。ギリギリで試験前にこれだけ頑張ったんだから結果出させてくださいってね。要はね、人事を尽くして天命を待つって言葉がありますが、天命だけ待ってる人多すぎ。もうお賽銭払っておしまいで全然やらない、早く始めなさいよなんですよ。要はね、やっぱりね、人事やることはちゃんとやって天命待たなきゃダメです。もうでも祈るだけ祈って人事やんないのはダメです。要するに早くやろうってことです。じゃあその早くやるんですが、さあ皆さんですよ、これお正月で新しい年明けたらですよ、まあ新しい気分でやってくださいね。ただ新しい気分でやるときに気をつけなきゃいけないことがある。例えば今年初めて宅建受けようという方だったら、もう初めてよし、今年は宅建というのに挑戦する、自分は受かる、と決めてくださいね。これが大事です。で、悔しい思い、2018年昨年ですね、本当に惜しくもっていう方、実はね、この1月のね、正月の時期から宅建を気にしている方は、昨年悔しい思いしている方の方が圧倒的多数なんです。やっぱり宅建試験はね、15% 前後ですよね、15% ですよね。100人いたら15人です、合格者は。85人は悔しい思いしてるんですよ、落ちちゃってるんですよ。やっぱりそれだけの人が悔しい思いをしてるだったら、やっぱり狭きもんですよ。そうすると去年悔しい思いしてた方の方が多数なんですよ。じゃあその多数の方、新年明けましておめでとうで新しい気持ちなんでだけど、できればですね、昨年の復習というのは反省してからの方がいいですね。これね、やらないとね、結局まあ皆さんね、今年やろうってなって、まあこれからじゃあやるぜっていう気持ちで多分今動画ご覧になられたと思うんですね。じゃあやろうと思ったらもう早く始めてください。ただ早く始めるんだけど、昨年やっぱりどんな問題出てたかな、昨年なんで間違えたかな、そこら辺はね見た方がいいです。で見る、もう答え見ながらでいいんでね、あ、ここ間違えてたけど解説見たら、なんだやっぱここできたな、なんかここもできたなと、要は昨年の勉強で何が足んなかったのか。でこれ人によって違うと思うんですよ。要はテキスト全然なんか書いてない本買っちゃったとかね、全然問題演習が足んなかったとか、やっぱ覚えるべきところが少なかったとか、あとケアレスミスだったとか、あとは舞い上がっちゃった。これはやっぱりね、人間ってね、緊張して本番力出せない方ってやっぱいっぱいいるんですよ。そしたらね、やっぱりどうやってこれから行こうかなっていうと、そうですね、やっぱり本試験を常に想定して緊張しながら、まあ、お勉強するという。普段だとリラックスして勉強できるけど、本試験だと緊張しちゃう。そういうのを考えながらね、やっぱり去年のことを反省して、そしてやっぱり明けましてにならないとと、いうことで、やっぱり昨年の反省は必要です。ただもう明けたらやっぱりやろうという新たな気持ちで早いうちに始めてください。これね、始めないと結局伸び伸びになって、まあよくあるパターンがね、願書配布がそろそろ今年も始まるぞと、お、今年も祭りが始まるぞと、今年も宅建祭りが始まるぞ、さあ願書出そうって言うと手遅れなんですよ。もう遅いんですよ。なんで遅いかっていうと、忘れてるんです全部。もし今年初めてなく2度目3度目って複数十年受験だったら、早く始めた方がいいです。もう新たな気分になって、じゃあやろうかってなってんだったら早く申し込んでください。通信、まあ多分ここで申し込みをみたいなのが多分テロップで出ると思いますけどね、申し込んでください。早くやっぱり始めようって思った方が
これはやっぱ合格率高いです。忘れ度合いが少ないからです。で逆に今年やろうと、宅建受けようと、宅建が必要だから受けようと、じゃあいつからやろうって言った時に、まあ誰々君もいつから、4月から始めたから4月まで待ってようかと、いや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 、もう早くやつから始めた方がいいです。これで初受験の方ほど早くした方がいいです。あの初受験の方もそりゃね、受かると決めてしっかりちゃんとやれば一発で受かるんですよ。一発で受かる人いっぱいいるんですから、だけどやっぱりどうです、 85% の人全員が再受験になるとは限りません。もう諦めて、もう無理だ、いいや宅建はってやめちゃう人もいるんでね。それでもやっぱり半分以上の人がまた今年もチャレンジということは、半分以上の人がもう一度すでに全部勉強してるんですよ。その人たちの母体に入ってやんなきゃいけないから、早くやって損はないですよね。ちょっとむしろ早くやらないとと、早くやって全体像を作って早く詰め込んでください。要するにこういう人がいます。いや今ね早くやっても忘れちゃうから、もうちょっとギリギリになってからやろうと、おかしい、今やっちゃったら忘れちゃうからって、どうせ忘れます。今やっても忘れたらまた思い出す、忘れたら思い出す、忘れたら思い出す、そうやって体に血や肉に大事な知識がしていくんです。で枝葉のところは最後詰め込む、これが宅建試験です。要するに忘れちゃうからもうちょっとゆっくりめでっていうのは絶対にありえないですね。早くです、思い立ってが期日、せっかく明けましておめでとうっていう新年、新たな気分になってんだから、その時それもチャンスを逃す手はないです。ということで皆さん、早め早めに勉強を始めましょうね。そんな時デックが皆さんのお手伝いできれば幸いでございます。以上でございます。まあとにかくね、合格を目指して今年も頑張りましょう。